新潟競馬場第六レース、三歳未勝利。若手騎手、原生の一戦となります。ダートの千八百メートル、メンバーは十五頭です。明るい日差しの新潟競馬場。風は。若干強まってはいますが、緩やかです。十番アースジェイソンテが入って。最後の枠入りは十五番のメタルクラフト。 一旦回されてゲートへと向かいます収まって全場ゲート入り完了ですスタートしました少しばらついたスタートになっていますまずはスタンド前外から13番もじゃ当たる前内を伺いながら出ていきます11番テ王レガシー川下して前へ さらには7番、ワンダー・マーシー先端3頭4番手は14番、ドラゴンヘッドその後ろに3番、大勢マイティ並んでいく8番、ベール・トゥマランです中段は固まって1コーナーを回っていきます。先頭は11番テイオーレガシー 逃げてリードはは1番番番でです2番手は並んで内7番ワンダーマーシー、外は13番モジャータルマエーー、4番手、14番、ドラゴンヘッド、その後ろ固まって15番、メタルクラフト、馬群の中8番、ベールトゥマラン、そして1番審判後方、9番、ロジ・メリオール、そのうち3番の大勢マイティ無向こう上面です、並んでいく12番、モンテコルノ、その後ろですが上がっていく6番、テイケイ・ビーノ。 あとは1番バイストーショー並んで5番 HN バンピー2馬身離れて4番のオセアマジェスティー後方には2番インオービット最後方20番のアース・ジェイソンテ最初の 1000m1 分2秒7の通過3コーナーへと向かっていきます先頭11番、テイオーレガシーリードは1馬身ちょうど2番手は13番、モジアタルマエ3コーナーのカーブ3番手、14番ドラゴンヘッド600を切って前から4投目7番、ワンダーマーシー手が動いていますその後ろ番番メタルクラフトさらには8番 ベール・トゥ・マラン無地が入って4コーナーカーブに向かっていきます残り 400m 前は11番テオレガシーと並んで13番モジェアタルマエ並んで直線に入っています3番手14番ドラゴンヘッド後退気味は7番ワンダーマーシーその後ろに8番ベール・トゥマランです200を切って前2頭。 わずかに13番、モジャータルマエ先頭に変わった体半分リード食い下がって11番、テーオーレガシーが2番手離れて3番手は7番のワンダーマーシーが上がってくる先頭は抜けた13番、モジャータルマエモジャータルマエゴールイ2着は11番、テーオーレガシー3着、7番、ワンダーマーシーの順番ですタイムは1分53秒に4コーナーではテーオーレガシーとモジャータルマエの競り合い 直線半ばで先頭に変わった13番モジャータルマエが抜けています安城斉藤新史2着は11番テオレガシー人気の馬は2着まで3着7番ワンダーマーシーが追い上げていますタイムは1分53秒に上がるタイムゴールまでの8 0 0ルは50秒4 6 0 0ルは38秒0です13番モジャータルマエ安城は斉藤新史 茨城県出身安田貴之九州の所属最後は抜けて一馬身半ほどのリード11番、帝王レガシー今日も逃げて2着7番、ワンダーマーシー一旦交代かと思われましたがまた伸びて3着そして14番、ドラゴンヘッドです。1着13番文字当たる前 二着は十一番の帝王レガシー、三着七番ワンダーマーシー、四着十四番のドラゴンヘッド、五着は八番ベールトゥマランド順番です。確定までお待ちください。十三番のモジャタルマエが勝ちました。斉藤誠久車斉藤新騎手という親子タッグ。十三番十一番七番の最終オーツです。五番人気一番人気八番人気の順です。 単勝13番10.1倍、枠六675.7倍、馬連11番13番16.7倍、馬単13番11番41.0倍、三連服7番11番13番100.6倍、三連単13番11番7番536.7倍です。確定までお待ちください。